はい、ではやっていきましょう。どうも、山中英吉です。めっちゃ噛むやん。お願いします。はい、ということでですね、早速やっていこうと思いますけれども、本日何の話をしていくかっていうと、本日のテーマはよくある質問です。漢方の併用一緒に飲んでもいいのみたいなことですね。漢方同士の組み合わせですね。はい、これってどうなのっていう質問よくあります。でこれを取り上げて今日はお話をしていこうと思いますんで、ぜひお願いしますということですね。はい、結論から言いましょう。この漢方の併用をしていいのかどうか、はい、結論から言うと専門家の指導の下であればOK です。はい、例えば医師から処方されました、このこれとこれとこう両方とも漢方薬出ましたっていうんであれば OK やし、薬剤師さんとか登録販売者と相談の上で決めたことであれば別に OK です。ではないパターン、要は自己判断であれば NG というふうにお伝えしておきましょう。お勧めしません。はい、まあ、NG って言うとね、完全ダメみたいなことなんかちょっとニュアンス変わってくるんですけど、まあ、お勧めしません。はい、でなんでお勧めしないのかっていう理由をまず3つ、お話をして、でこういう方がなんでこういう思考に至ってしまうのかっていうことも、最後の方にお話をして、動画を結ぼうと思います。はい、では最後までやってよろしく、めっちゃ噛むやん、よろしくお願いしますってことですね。はい、ではなんで NG なのか、なんでお勧めしないのかっていう、いうことを、理由3つに分けて解説します。まず1つ目、1つ目が取りすぎ注意です。はい、これ何の話してるかっていうとね、合わせて飲むことによって取りすぎたらあかん成分まで取りすぎてしまうことにつながる可能性が上がるわけですよ。まあ代表的なことで言えば魔王とか肝臓とか大王とか、こういうこう体にこう効きすぎてしまったらネガティブな作用につながるかもしれないようなこと、そういう生薬っていうのがあったりするから、基本的にはよろしくないよねっていうことです。はい、これがまず1つ目ですね。次2つ目が種類多すぎです。はい、種類多すぎ問題ですね。はい、これ何の話をしてるかっていうと、東洋医学、特に漢方、東洋医学っていうか、まあ、漢方ですね、漢方の考え方として生薬の種類が多くなれば多くなるほど効き目が弱くなる、まあ切れ味が悪くなるとかって言ったりするんですけど、まあ簡単に言うと効きが悪くなる、じわじわ効いてくるようになっちゃうよっていうことなんですよ。生薬の特徴として種類が少なければ少ないほど切れ味がいい、つまり効き目が即効性がある、もうなんか効いたわバッチンみたいな風に感じやすいっていう性質が、まあ生薬にはあるっていう風に言われてるんですよね。じゃあさ、漢方合わせ飲みしたらどうなります？一気に種類バーンって増えますよね。っていうことによって効きが悪くなる可能性があるよねっていうことです。これが2つ目ですね。最後3つ目、これが一番大きいです。これが本当に一番大きいからおすすめしないんです。3つ目は何かっていうと、もはや別物です。はい、これどういうことかっていうと、生薬っていうか漢方薬っていろんな生薬の足し算の結果出来上がったものなんですよ。わかりやすく言うとカレーです。じゃがいもとか人参とか玉ねぎとか牛肉とか、なんかそういうのありますよね。そんなのを全部足した結果カレーになりますよね。そういうことなんですよ。漢方ってそういうことなんです。じゃあさ、他の漢方と合わさったらどうなります？カレーが別の料理と合わさったらどうなります？全く別の料理になると思いません？じゃあ他のことで例えましょうか。じゃあ料理やったら、じゃあ例えば皆さんが今日の晩ご飯をイメージします。でいろんなことおかずとか考えてました。なんか汁物が欲しいなと思ったとしますやんかね。あー汁物か、そしたらせやな、ちょっと寒くなってきたしコーンスープいいなと、コーンスープ1個思い浮かびますやん。コーンスープ飲みたいなと思いますやんね。コーンスープか、あでもさ味噌汁も捨てがたいやん、やっぱりって思いますやんね。だコーンスープと味噌汁って浮かんだわけでしょ。普通どっちかにしませんね、普通は。でもね、ここで思い浮かぶわけです。あ、思いついた、両方合わせて一緒に飲んだらいいんやって思ってるのと一緒なんですよ。そんなことします？しないですよね。もうそれっておかしいやんね。それしたらさ、もうお互いの良さが潰れませんね。コーンスープに豆腐入ってるの見たことあります？お揚げ入ってるの見たことあります？ないですよね。もうそれって合わせてしまったら、もはやそれはコーンスープと味噌汁だった別の何かなんですよ。だから漢方も一緒です。それは合わせて飲んでしまうとお互いの良さを打ち消し合ったりとかして、もう全く別の、ま、どういう副作用があるかもわからないような別の何かになる可能性があるんですよ。だからおすすめしないんです。わかります？っていうことなんで、やっちゃダメだよ、やらん方がいいよってことです。ただそういうことを全部組み合わせて考えた上で
これとこれやったらいいよっていうことで医師とか専門家はやってるから OK だよっていうことなんですよ。わかりますか？はい、そういうことなんでおすすめしないってことなんです。はい、でこういう一緒にどうしようかな、飲もうかな、併用しようかなっていう考える方ね、漢方は今の前半のお話でそれでいいですよね。ただ、まあ、あくまで私の経験上なんですけど、こういう併用したがる人、そういう方って他のことでも選択に迷いがちなんですよ。多くのことをやろうとしちゃうっていう、他のことでも多くの人ことをやろうとしちゃう人っていうのが多いんですよ。例えば登録販売者の資格取ったけれども、なんか登録販売者だけやと不安やし、漢方アドバイザーも取っといた方がいいかなとか、化粧品アドバイザーもとかって思ったりするんですよ。わかります？そんなことなってません？ね？別にそれが悪いとは言いません。はい、まあ、いろんな考え方があるからね。ただこういうね、いろいろやる人って、まあ、あんま言うとあれなんですけど、全部中途半端になりやすいんですよ。あっちゃこっちゃ手出すから、いろんなことが気になって、そのこと記憶ありません？そういう思いはありません？思い当たる節ね。それでは困りますよね。なんでこういう方がそういうな、そのそういう風になっちゃう原因ですよね。はい、そういう風になっちゃう原因とか、どういう風な考え方に変われば、こういうことを考えなくて済むのか、一点集中できるのかっていうことを、まあ解決策を私の方から3つ紹介しておこうと思います。はい、心理学的な観点からね。はい、ということで、まず1つ目ですね。まず1つ目は、ありのままの自分を受け入れてください。はい、自分を受け入れるってやつですね。はい、これね、こういう併用したいとかっていう人って、まあ、いろんな選択肢をこう思い描きがちな方っていうのは、まあ、早い話、とどのつまりが自分に自信がないんですよ。そう、例えば先の登録販売者で言えば、登録販売者を取った自分っていうのを受け入れることができてないんですよ。それで満足できてないんです。まだまだ全然自分はダメだと、周りと比較して周りはもっとすごいと、あの人はこんな勉強もして、こんな勉強もしてっていうことが気になってしゃあないんですよ。だから他のことをやらないと周りみたいになれないなっていうことが気になっていろんなことに手出しちゃって、逆に全部中途半端になってダメになっちゃうんですよ。そうそうそう、だからありのままの自分を受け入れるっていうことが必要なんですよね。はい、って言われても、まあ、いきなりね、そんなこと難しいと思うんですけど、まあ、もう根本的な解決策は最後に言います。はい、とにかくこのありのままの自分を受け入れなきゃいけないっていうことをまず押さえておいてください。これが1つ目ですね。次2つ目、エッセンシャル思考を取り入れてください。はい、エッセンシャル思考って何かっていうと、これのことです。はい、本のことですね。はい、いろんなことをやりたがる人ってもうこんな感じでめっちゃいろんなところに気が散ってしゃあないんですよ。じゃなくってこういう感じでエッセンシャル思考、本当に大事なことだけを考えてそれに集中しましょうねっていうのがエッセンシャル思考ですね。僕らってね、確かに努力すれば何でもできる可能性、無限の可能性を秘めてるんです。そうなんですけど、何でもできるけれども全部はできないんですよ。時間にも限りがあるしね、それであれば余計なものは捨てて自分が本当に大事だって思うことにのみガーンと突き進まなきゃいけないんですよ。そうしましょうねっていうのがエッセンシャル思考です。わかりますか？なんでこのエッセンシャル思考も身につける必要があるかなと思います。要はもう何かをちゃんと諦めてくださいってことですね。諦める力も身につけましょうっていうことです。これが2つ目ですね。最後3つ目は成長マインドセットを身につけてください。はい、これ何の話してるかっていうと、こういう結果を急ぎすぎる人、漢方ね、いろんなこと併用したいとか、あれもこれも取りたいっていう方って早く結果が欲しいんですよ。とにかくもう飲んで1週間くらい飲んで結果出えへんかったら意味ないんじゃないかなと、結果出てへんしって思っちゃうんですよ。だからいろんなことを試したくなるんですよ。あれも一緒に飲んだ方がいいかなとかって思っちゃうんですよ。でもね、これ良くないんです。まあもちろん漢方によるけどね、薬で言い始めたらちょっと話がややこしくなるんですけれども、そういう、なんていうのかな、結果が出なければ意味がないよねっていう風に思ってるわけですよ、要は。全部結果が出なかったら意味がないと。結果を急ぎすぎる人っていうのはこういう風に考えがちなんですよ。例えば、テストでもいいし、ダイエットでもいいし、テストやったら高い点数じゃなかったら意味がないとかって思ってるし、ダイエットやったらすぐ痩せなきゃったら意味がないとかって思ってるんですよ。でもね、そういうね、目の前に分かりやすい結果ばっかり求めるってめちゃくちゃ危険なんですよ。っていうのはそういうね、すぐ手に入るような成果とか結果って
価値がないっていうことに気づかなきゃいけないんですよ。じわじわとちゃんとコツ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 時間をかけてコツコツ積み上げることによって得られるものだからこそ大きな成果だし価値がある成果なんですよ。わかります？だから結果ばっかり求めちゃダメなんです。はい、もっと我慢強くいなきゃいけないんですよ。じゃあ我慢強くって言われたらなんかただひたすら我慢しなきゃいけないのかって、そうじゃなくて成果とかに目を向けるんではなく成長に目を向けてほしいんですよ。わかりますか？例えば漢方でも飲んでるんであればちゃんと続けることができてる自分、習慣化できてる自分をに対してちょっと褒めてあげるとかね。前は全然習慣化できてなかったのに、私よく考えてみたら漢方こんなに続けれてるやん、私すごいやん、習慣化できてるやんっていうことを、そういうところで自分を褒めて、前よりも私成長してるっていうところに目を向けるんですよ。成長の繰り返しによって成功とか成果が待ってるっていうことを我々はもっと考えなきゃいけないんですよ。わかりますか？なんで単純なそういう漢方の併用とかの話に端を発してますけれども、実はこういう考え方、自分を受け入れられてないとか、エッセンシャル思考ができてないとか、成長マインドセットを身につけなきゃいけないとかっていう考え方が根本的にあるっていうこともちょっとね覚えておいてほしいんですよね。はい、っていうことなので、ぜひ覚えておいてほしいんですけれども、とはいえそんなことをいきなり無理ですよね。はい、さっき言った自分を受け入れるってなったらどうしたらいいかっていうと、例えばセルフコンパッションとかってしなきゃいけないんですよ。ありのままの自分を受け入れる心理学的な技術とかを身につけなきゃいけないんですよ。でもそんなんさ無理やん。エッセンシャル思考とかって言われても無理やんね。いちいちこんな本読む時間とかって皆さんなかったりするでしょ。はい、この成長マインドセットもそうなんですよ。成長マインドセットも参考文献これなんですけどね、はい、こんなんね勉強する時間ありませんやん。はい、っていうことで私が代わりに解説してます。こういう風にやったらいいよとか、私はこうしてますよとかっていうことを解説してます。はい、でそれが概要欄に動画入ってます。はい、私がやってる凡人賢者アカデミーでそれぞれ解説してますね。特にセルフコンパッションに関しては熱心に具体的なテクニックを伴って解説してますんで、ぜひ自分を受け入れられない人とか、あっちゃこっちゃ聞いちってしゃあない人とか、結果にこだわりすぎる人っていうのは本当に見てほしいです。で今私がやってる凡人賢者アカデミーは1週間無料です。はい、どなたでも1週間無料で入っていただけますんで、この機会に入っていただいて自分に必要な知識だけ見て、で1週間以内に大会すればただで知識が得られて自分の人生が変わるんですよね。いいでしょ？ということで、概要欄から私の凡人賢者アカデミーチェックしていただいて、ぜひ、人生を変えるきっかけにしてもらえたらなと思います。はい、ということで本日は漢方の併用から、心理学的な考え方のアドバイスまでしてまいりました。いかがだったでしょうか？ぜひ活かしてみてください。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録とんじゃめっちゃ今日めっちゃかみやチャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。